BTCC は英国を拠点とするビットコイン取引所である。2014年10月に取引量が世界2番目だった。2011年6月にトゥッキナを設立され中国発のビットコイン取引所である。その顧客の多くは中国国内の顧客だったよう。その後、トゥッキナは BTCC に名前を変更し、 2015年にホームページ www.btcc.com を立ち上げた。2020年に日本、韓国マーケット参入。会社の CEO、ボビーリー氏は2013年年始に BTCC に投資した後、すぐに他の投資家を引きつけた。そして2013年末に会社の急速な拡大と市場シェアの成長を予測した。 ボビー・リー氏は、スタンフォード大学のコンピューターサイエンスの卒業後、アメリカのヤフーなどの大企業で勤めたことがあり、またウォルマート・チャイナのテクノロジー副社長であった。彼の兄弟が暗号通貨、ライトコインを設立した。2013年11月、トゥッキナは、投資家、ライトスピード、チャイナパートナーズ及びライトスピードベンチャー。 パートナーズから500万ドルのシリーズ A の資金を調達した。2013年12月18日、トゥッキナは中国人民銀行の声明を受けて政府の規制に従い人民元預金の受け入れを一時的に停止すると発表した。2014年1月30日、中国人民銀行の声明やその他の規則を再度検討した後、 人民元の預金の受け入れを再開した。中国人民銀プボックは銀行でのビットコイン取引を禁止していたが、トゥッキナが人民元のままの預金、送金を受けることができる。2020年に日本、韓国版 BTCC をリリースと発表した後、2021年に BTCC 日本語の SNS も追加された。ありがとうございます。